はいどうもこんにちはということで久々ですよね。まあ毎度毎度ね、あの冒頭で久しぶりの動画になりますなんてねお伝えしてるんですけども、今回は本当に久しぶりで、もう3ヶ月ぐらい多分空いてるんじゃないのかなと思いますよね。で、まあ昨日久しぶりにね、YouTube の管理画面に入りまして、するとまあコメントがね、まあ、ものすごい数溜まってまして、まあそれをね、まあ一件一件全部ね、こう返してたんですけれども、まあ基本的にはね、コメント、まああの外人さんも結構多いんですけれども、まあまあね、拙い英語とか、まあスペイン語とか、まあいろいろあるんですけれども、まあ全部一応返して、で、まあ中にはね、もう全然、意味不明なね、コメントなんか言うのはちょっとね、掲載しなかったりするんですけど、まあほとんどね、こう厳しいご指摘なんかも中にはあったりするんですけども、まあそれもね、全部掲載して、ご指摘ありがとうございますということでね、全部やってるんですけども、まあそれがね、まあかなりの数ありまして、まあそれを昨日ね、ようやく全部こう送り終えて、またね、新たな気持ちで、動画をね撮っていこうかなと思っておりますよね。で今日は久々なんでリハビリ動画ということで、もう石でもないし、そして枕目の動画でもない、まあ枕目の動画といえばね、お題の方をいただいておりまして、もうそれもね、昨日メール見るともう3ヶ月前なんですよね。3ヶ月前にこういうね編み方教えてくれませんかみたいなねお問い合わせはあって、お問い合わせがねあって、で YouTube で、アップしますねなんて言ってたんですけども、もう早3ヶ月ですよね。まあごめんなさいという話ですよね。でようやくそれもね出来上がりましたので、もう近々ね、ようやくお届けしたいなとは思ってるんですけども、まあ今日はリハビリということで、枕目でもないし石の紹介でもなくて、じゃあ何をねこう今日はねお届けしようかなと思ったんですけども、まあ実はね、当然うちのね、お店に来ていただいたことがある方はねご存知なんですけども、こう上にね招き猫ね、私たちはニャン様って呼んでるんですけど、招き猫をずらっと並べてるんですよ。あ、まああんまり合わないんですけどね、お店のそのなんていうの、その、まあ、テイストというのかなんていうのか雰囲気に合わないんですけれども、まあまあの前のお店の時からずっとこう住吉大社に行くとね、あの南君社というところで、まあ招き猫ね、それがまあ置いてあるんですよ。で1ヶ月に1回、まあ、大体1日の日に1日参りということで、参拝するんですけども、その時に招き猫、まあまあ言えばこんなちっちゃいやつですよね、ちびにゃん様なんていうね、私たちは呼んでるんですけども、これをね、まあ、いただくというよりも、まあ、購入するんですけども、1ヶ月に 1体ですよね。1ヶ月に1体、まあ、左なのか、右なのかっていうことなんですけど、まあまあそれをこう集めていきまして、で、まあ、ずっと集めていって12年間毎月1日にこう参拝すると、ついには大ニャン様っていう、でっかい大ニャン様、ね、招き猫がもらえるという、まあね、まあシステムじゃないんですけども、まあそういうものがありまして、まあそれをずっとやってたんですけれども、ようやくこの度、大ニャン様、まあちょっと前なんですけども、いただきましたので、今日はその大ニャン様の、まあレビュー動画じゃないですけどもね、こんなものをいただきましたということをリハビリ動画としてね、スタート久々に、またね再開していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いしますということでね、今日はお届けしたいと思います。ということでね、お届けしてみたいと思いますよね。これがチビニャン様ね、これぐらいの大きさですよね、手の上にこんな感じ、指先に可愛らしいですよね、顔がこんな感じね、こんな風になっててこんな感じですよね。でこれをね毎月1体ね、まず48体、4年間ですよね、これをずーっとねちびにゃん様を4年間48体集めていくと、次はねどうなるかというと、じゃん、こんな感じ、こんな感じになるんですよ。いきなり大きくなりましたよね、こんな感じ、もう全然違います、これですからね。これが中ニャン様ね。でこれはまあ左を上げてますけども、でまあ右と左とね、どっちがどうなのかっていうと、まあね、左はね人かなと思いますよね。まあエネルギーの流れで左から右ですから、人が来てそしてお金につながるということですから、左が人、そして右がお金という感じではないのかなと思いますよね。まあもしかしたらね、こう違うとかね、場所によって地域によっても違うとかあるのかもわかんないですよね。こんな感じね、いきなり大きくなりましたよね、こんな感じで。これがチューニャン様ですよね。でチューニャン様はこのチビニャン様を4年集めると、チューニャン様と交換ですよね、交換するんですよ
ね。で、まあまあ、これも購入するんですけどね。で、このチューニャン様と交換。そして、チューニャン様が1体もらえたら、また4年間、このチビを集めていくんですよ。ずーっと。4年間。で、合計8年行くと、これが2つ揃います。左右2つ。ね。右と左と左右揃うっていう感じですよ。ね。これ、持ってきましょうか。ちょっと待ってくださいね。こんな感じですよ。ね。左右。で、これがまあ、左ですから、左と右という形ですよね。こんな感じ。ね。これがチビですから、もう全然違うでしょ。こんな感じ。ね。ちっちゃいですよね。こんな感じ。ね。で、これがチューニャン様ですよ。左右揃うって感じですよね。まあ、これだけでも立派ですよ。で、これが8年間行くとこう揃うっていうことなんですよね。左右ね。立派ですよね。まあ、顔こんな感じ。ね。一つ一つね、微妙に顔が違うんですよね。これね。わかるかな？こんな感じ。ね、こっちの方が、口が、ん？っていう感じしてますよね。こっちね。こんな感じ。ね。こんな感じですよ、横から見ると。あ、若干違いますよね、やっぱりね。あ、ここも違いますよね、なんかね。服んとこね。これね。こんな風に。あ、ここも、下も違う。初めて、ここまで違うの分かりましたね。これ、全部こうなのか分かんないですけども、こんな感じで違いますよね。ね、左右。ね、これが右左。そして、このチューニャン様をもらって、これで8年間ですよね。そして、さらに、また、4年間、このチビニャン様を集めるんですよ。ね、4年、そして4年ですよね。で、合計12年行くとどうなるかというと、これびっくりしますよ。どうなるかというと、じゃん、もう映らないですよね。映らない。映らない。これどうしたらいいの？映らないですよ。こんな感じ。こんな感じ。これ。ちょっとカメラ上に上げましょう。ね。よいしょ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 。こんな感じ。ね。これですよ。ダイニャン様。ちょっと迫力伝わるかな？手がこうですから。こんな感じ。ね。チビどうなのかっていうと、チビこれですから。ね。こんな感じ。もうここまで大きくなります。あら。ね。これ雑に扱ったらいけないですよね。で、チューニャン様がこれですから。こんなに大きくなります。ね。もう顔もなんかこう、可愛らしいというよりも、ね。威厳があって、ボスって感じですよね。この辺まだ可愛いですよね。こんな感じ。まあね。まあ見方によって可愛いと思うかどうかは別なんですけど。こんな感じ。ね。もう肩に乗っちゃいます。こんな感じ。この手ぐらい。チビニャン様、こんな感じです。こんな。で、これが12年間行くと、いただけるということですよ。横から見るとこう。こんな感じですよ。ね。もう映らないですよね。こんな感じ。こんなんです。ね。ね。落としたら割れますからね、これ絶対に。こんな感じです。すごいですよね。チューニャン様これですから。ね。12年行くと、満貫ということで、このダイニャン様をついにいただけるということですよね。まあ、これをね、まあ、目指してたんですよね。まあ、一つのね、節目として。ね。で、これは今回、左ですよね。人。ね。で、さらに12年間ですよ。さらに12年間行くと、これが左右揃うということですよね。チューニャン様と同じように、ね。左右揃うということですよ。ね。で、12年行って、この後12年行けるのかっていうとね、なんともわからないですから、もうダイニャン様をね、こう、が両方揃うことはないかもわからないんですけども、まあね、大阪にいる限りというか、健康である限りというか、行ける限りはね、まあ行こうかなとは思っておりますので、またね、2クール目ということで、今チビニャン様がどんどん集まってきてるところですよね。そして12年行くと、また合計24年ですよね。合計行くと、左右の右左。ね、左ですからこれ次右ですよね。右のニャン様をいただいて、もう完全に満貫ということになりますよね。まあついにね、今回はこれがいただけたということで、ね、こんな感じですよ。すごいですよね。威厳があります。ね、鼻もちょっと違うのかな。こんな感じでちょっと違いますよね。顔もね、ね、こんな感じでいかついですよね。ね、目もなんかいかついですしね。こんな感じで鼻が違いますよね。すごいです。ね。ということで、こんな感じでいただけましたということですね。ということでね、今日はね、石の紹介でもないし、
マクラメ動画でもなかったんですけれども、住吉大社でいただけるダイアン様のまあレビュー動画ということで、リハビリ動画にさせていただきました。で、住吉大社っていうのは、まあご存知の方は当然ね、ご存知なんですけれども、まあ正面から、境内に入りまして、一番奥に、第一本宮か、があって、第二があって、第三があって、第四本宮っていうのがあるんですけども、そこの境内の奥にね、抜けると、まあ南君社っていうところが、まあ拙者があって、で、そこでね、この、ニャン様をいただける、ことができ、いただくことができますので、ね、ぜひ興味がある方は一度ね、行かれてみてもいかがでしょうかということですよね。まあ、緑が多くて気持ちいいとこですからね、いいと思いますよね。広いですしね。はい。ということで今日はね、まあ、新しいカメラで今日撮ってますので、実際どこまで撮れてるのかっていうのがわからないんですけども。まあ、で、このカメラもね、このまあ3ヶ月間ぐらいかな、動画が上げれなかった理由の一つにありまして、まあ、どのカメラにするんだっていうところから始まりましてね、まあ毎日電気屋に行ったりやるとか、いろんな方に話を聞いたりやる、あるとかね、それこそウェブで調べたりやるとか、まあ大変でね、まあようやく落ち着いて今日撮ってるこのカメラでね、撮影してますから、まあ新しくね、なったカメラで今日初めて撮影してますので、まあどこまでね、撮れてるのかっていう、音声がどんな感じで載ってるのかっていうのが全くね、これから編集してみないとわかんないんですけども、そんな感じで今日はお届けしてみました。で、次回はね、枕目の動画、お題いただいてるやつをね、お届けしたいと思います。そして石の紹介もね、どんどんしていきたいと思いますよね。もうそろそろね、新しい石も入荷してくると思いますので、その辺またね、お楽しみにお待ちくださいということと、あとね、まあなかなかね、これだけ空いてるとね、チャンネル登録する意味があるのかなんてね、言われちゃうかもわかんないですけども、まだチャンネル登録がお済みじゃない方はぜひね、この機会にチャンネル登録をしてくださいということと、あとリクエストね、などありましたらどんどん送っていただけたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。